こんにちは、今日も闘病応援のこれからお料理を始めたいと思います。もういつもおなじみなのですが、今野菜を全部洗い終えました。これは野菜スープに入れる材料ですね。じゃがいも、大根、今日は一本ネギじゃなくて九条ネギが手に入りましたので九条ネギです。そしてかぼちゃ、生姜、人参です。そしてここは、我が家で採れた玉ねぎ、そして我が家で作った、切り干し大根、そしてレンコンです。ごぼうはちょっと買い忘れてしまいました。そしてこちらにある材料は、有機の豆腐と有機のこんにゃくがお店にありましたので、そしてこれピーマンも有機です。これも有機です。パプリカですね。こういう材料で揃いましたので、揃ったところでまた私が考えながら何かを作りたいと思います。もういつもおなじみのスタイルになってしまいますので、同じようなものばかりなのですが、彼女がとても喜んでくれるので、また今日も頑張って、闘病応援で免疫力アップなればいいなと思っております。では始めていきます。はい、いつものもう定番の材料を今ここに入れてお水を入れました。またいつものように、30分40分してからこのかぼちゃとじゃがいもを入れたいと思います。それではこれからガスに火をつけていきます。これからコトコトと2時間ぐらい経つと、何も調味料を入れなくても野菜からすごいいい野菜スープの味が出て、土生姜は入れておりますが、美味しくなるそうなんで喜んでくれるので、また今日も同じように頑張ってみます。こちらのいつもの野菜スープももうだいぶ40分ぐらい経ったら煮えてきましたので、もうそろそろこのかぼちゃとじゃがいもを添えたいと思います。これでまたコトコトと煮ていきます。このかぼちゃは今日は、かぼちゃが丸々一つありましたので、スープの中に一つも入れなくてもいいので、残りのもので今日はこれで、彼女は揚げ物とか油はダメなので、コロッケ風ですね、コロッケ風のかぼちゃで作ってあげたいと思います。うまくいくかどうかは分かりませんが頑張ってみます。そのかぼちゃを今茹でております。はい、コロッケ風にするかぼちゃの方がだいぶ煮詰まってきました。あと少し水気がなくなるまで煮ていきたいと思います。コロッケ風用のかぼちゃがもう煮詰まって、玉じゃくしでトントンとするだけでもう柔らかくて全部潰れました。これを冷ましてコロッケ風にこの中に少しまた他のお野菜も加えて旨味を出してコロッケ風にしてあげたいと思います。はい、かぼちゃのコロッケ風を作るのですが、これはかぼちゃを煮てこういう風に柔らかく砕いたものです。そしてこれは、レンコンのみじん切り、人参のみじん切り、これは玉ねぎのみじん切りを全部湯通ししました。これをここのかぼちゃの中に混ぜて、そしてコロッケ風に少しの、オリーブ油だったら、もう本当に少し薄く引くぐらいだったら大丈夫そうなので、そうやって焼いてあげようかなと思っております。かぼちゃコロッケが8個
できました。これに旨味を逃さないためにこの有機の片栗粉をちょっと茶こしで、振ってみたいと思います。そして少しのオリーブ油を使って両面を軽く、もう全部火が通っておりますので軽く焼いてあげたいと思います。これがかぼちゃのコロッケ風です。今オリーブ油を薄く引きまして、柔らかいゆるい弱火でじっくりと両面を焼いています。喜んでくれるかな、彼女は喜んでくれるといいなと思って焼いてます。はい、これは、有機のピーマンと、黄色のパプリカ、赤いパプリカですね。それを、油の引いてない、何も引いてないフライパンで弱火で今ちょっと火にかけております。これを先ほどの、かぼちゃ風のコロッケですね、コロッケ風かぼちゃですね、そこにちょっと彩りで添えたいと思います。ゆっくりゆっくりと弱火で、油を引いていないので焦げつかないようにしんなりと刺すだけです。彼女が一番大好きなお豆腐のごまあえですね、それの材料がもうこれは全部湯通ししております。湯通ししてますが、お豆腐を入れたりしますので、水気が出てくるのでちょっとキッチンペーパーの上にのせて水切りをしております。そしてお豆腐は今湯通ししております。これもまた、湯を切りまして、ちょっとキッチンペーパーで水気を切ってみます。お豆腐のごまあえ風を作るのですが、もう材料が、水分だいぶ切れたみたいなのでここに移してみました。あとはここにお豆腐を入れて、ごますりごまですね、すりごまで和えたらもう完成です。今日の闘病応援の料理はこれで完成です。いつもながらのもう変わり映えのしない野菜スープ煮込みなんですが、これが根菜を主にしてますので免疫アップになればいいなと思って作っております。そしてこれが彼女が一番大好きなお豆腐のごま風味で、ごまあえですね。そしてこれが今日はかぼちゃを煮込んで、その中に人参、玉ねぎ、れんこんのみじん切りを入れまして、そして薄くほんの少しの、オリーブ油で片栗粉を表面を振りかけまして、ちょっと焼き目がつくようにコロッケ風にしてみました。ちょっと目新しい感じで食欲も出るかなと思って、パプリカを上にのせてちょっと飾りをしてみました。こんな感じの今日は3点の応援料理となりました。また次回何か考えて持って行ってあげたいなと思います。それでは本日もありがとうございました。いつも応援いただきまして本当に感謝しております。また頑張りますのでよろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。